どうも、坂本龍一です。2020年6月に、がんであることを、が分かりましてですね、まあ、それ以来あまり表立った活動はしてなくて、現在も治療を続けています。なのでこう、まあ、かなり体力も、落ちてしまって、1時間とか1時間半のね、通常のコンサートっていうのはもう難しいんですよね。なので今回はですね、一曲ずつここで撮影して、で、それをまあ、編集して、一つ流れのコンサートになるように、してですね、まあ、それを発表しようということになりました。で、今回はね、特別に NHK の509というスタジオをお借りしてます。ここは、まあ、僕はね、それこそ、もう40年前かな、NHKFM の、番組を担当していたこともあって、毎週のように来ていたんですけども、まあ、こんな大きなスタジオは、特別な時にしか使えませんでしたけども、この NHK の中でも一番大きいスタジオで、とっても音がいいんですね。で、何度も録音したことあるんですけど、ここを特別に今回お借りすることができまして、さっきも言ったようにコンサート形式の映像を作って、皆さんに見ていただきますので、どうか楽しんでください。まあ通常のねコンサートのように楽しんでいただければと思いますけども、それでは Enjoy。